よし、やるか。はい、どうも、皆さん、ダンブラーです。ウォーグルーブ、続きからやっていきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、第3幕ミッション3ということで、やっていきたいと思います。はい、西方からの吸血鬼、ということは最初のあいつかな？はい、失われた同盟の攻勢を払いのけ、のけたと。はい、うん。残るは、最後の決戦のみ。はい。もう、後半戦入ってきたのかな？うわ、来た。ヴァンパイア。なんでこんな近くにさ、接近されるまで気づかなかったのっていう話だよね。マシア様、気をつけて。私にだけ、私だけに対してその大騒ぎ、光栄だ。あ、ジグリットか。そうそう。そんな名前でしたね。はい。ただの。あ、そうか。こいつ会ったことないのか。はい。私は、ジグリット。西方から来たヴァンパイアよ。はあ。クイーンマーシア？クイーンマーシアですね。はい。ヌル、おう。そろそろお前戦うんじゃね？いい加減。いい加減、ちょっとこいつサイド、サイドクエストでも出てきたか？ちょっと忘れましたが、あんま出てきてないと思いますね。はい。ヌル、こいつのことは聞いたことがあるわ。危険なやつよ。ジョーの言う通り、ここを出よう。今すぐに。うん。地球の果てまで、あんたたちを追わないといけないの。地球っていう設定なんだねっていうかね。それを知らなかった。どこまでもうただ、そして地球の表面から落ちちゃえば。あ、こいつ今回戦いそうだなっていうか。いいの、マシア。私に任せて。この吸血鬼を退けるから。エメリックと一緒に安全な場所へ。来たか、ついに。ぬる。おお！二人いる、マシア。え？おお、すげえ、二人いる。そんなマップあるんだ。はい。マシア、東の三島で、道、あ、そこね。はいはい。私が道を開けるから。はい。行くわ。ジグリットの軍から逃れ、マシアを安全、もたらそうと。なるほど。はい。わかりました。ここまで行けばいいんだね。これって、動かせるの？こいつは。あ、動かせる。はー、なるほど。ダブル司令官か。こっちが司令官二人いるのに対して、向こうは司令官の姿すら見えないということは、どんどん敵が追加されていくんでしょうね。はい、わかりました。じゃあ、このヌルがいる方に結構拠点とかがあるので、まあ、ヌルを動かして、まあ、うまく兵を増やしながら、孤立してるマーシアを進めてくっていう感じなんでしょうね。これ道のりに進んだ方がいいのかな？やっぱり。なんかここなんか海渡ってしまえば、スッとこう行けそうですが、そういうわけにはいかないのかな？はい、まあいいや。で、なるほど、こちらが飛行ユニットを動かせるんですね。そうか、そうか。で？あー、リーフウィングとスイーパー使えるな。なるほどね。わかった。ここがあれか、飛行専用の兵舎か。あー。まあいいや。じゃあ、とりあえずヌルで、街一個増やしといて、で、この飛行ユニットどこに向かわせるかだな。飛行ユニットはおそらく、町占拠できないんで、南行ってもしょうがないな。わかった。じゃあ、マーシャの進行ルートを切り開きますか、じゃあ。進めます。600なので、リーフウィング1体追加しておきましょう、もう。はい。で、ここはマーシアとアルケミスト2体に戦闘犬2体、そして騎士か。はい。まあ、戦闘犬はともかく、アルケミスト2体と、あと、騎士もいるんで、結構いいユニット揃ってますね。
はい。じゃあこれでターンエンドと。なるほど。歩行兵2体と、9兵か。なかなかいいラインナップしてますね、向こうも。そうか、そうか、そうか。そうだね。そうだな。そうだな。まあ、いつも通り向こうにもう少し突っ込ませてから先制で落としていく感じでいいでしょう、マーシアの方はね。で、さっさと、ここにいる、この、投石隊ですね。投石隊を、潰しておかないとまずいので、飛行ユニットで、投石隊を潰し、で、ヌルはどんどん、街を増やしていくと、いう感じかな。はい。で、500だから、リーフウィングは追加できないということですね。これ、リーフウィング増やしていけば、だいぶ有利だと思うんだけどな。それだけでも。向こうの、あの、陸上ユニット、攻撃できないですもんね。こっちに。はい。で、9兵が、マッシャに、攻撃をしてきますが、まあ、大して効かないと。それはね。はい。で、歩行兵1体追加されたと。いうことで、そうだよなぁ。どうしようかなぁ。まあ、マーシアで、この鬱陶しい、9兵は、一発でしょ？で、ここにね、歩行兵2体並んでるのが、鬱陶しいんだよなぁ。鬱陶しいですね、歩行兵2体並んでるの。鬱陶しいなぁ。鬱陶しいなぁ、歩行兵2体。しかも倒せないなぁ、うまく。まあいいや、でも、先制で削られるよりは、先に歩行兵1体削っといた方がまだマシでしょう。クリティカル判定乗ってるんですよね、これ。はい。で、しゃーない。戦闘犬視界が悪くないステージなのであんまり利用価値がないな。はい。まあしょうがないな。ちょ、アルケミストもしかしたら落ちるかもね、という危険性あり。はい。で、さっさと、この投石隊は潰してしまいましょう。よし、オッケーオッケー。いいよいいよ。はい。で、あ、届かないか。歩行兵も取っちゃっていいと思うんだよね。歩行兵も取っちゃっていいと思う。ぶっちゃけ。まあいいや。で、1100になったので、もう1ユニット追加できる。スイーパーって何？対、あー、はいはいはい。空中の対飛行ユニットか。あー、魔女が隣接していないときクリティカルヒット。ターゲットに 10% の魔法ダメージを与えるという特殊能力も持ってますね。あ、動き7！早っ！だけどな、対空ユニットって今まだ出てきてないもんな。まあ、後から出てくるんでしょうけど。リーフウィング、リーフウィング、リーフウィング、スイーパー。スイーパーな、今一体追加してもな。まあ、いや、でもスイーパー一体追加しとくか。どうせ、対空だから、まあ、飛行ユニット出てくるでしょ、一体ぐらいは。はい。スイーパーを呼んだ。はい。魔法を使う時間。スイーパーは超高速の対
空対空ユニットね。はい。周囲にいる敵の体力を 10% 減らす魔術。なるほど。はい。そういう特殊能力も持っているということですね。生き残ってほしいなぁ。あ、無理だな。無理無理。落ちるわ。これ。はい。しょうがないですね。アルケミストは一体落ちました。わ。えげつねえな。南から飛行ユニットが来てるね。南から飛行ユニットが来た。いや、でもそこまで行くの？大変だな。すごい。まあいいわ。まあ、歩行兵は、ぶっちゃけ、もう一方的に、倒せますね。飛行ユニット使えばね。ただ、アルケミストが一体いるのか。まあ いや、ここで、この鬱陶しい投石隊は潰しておくでしょ？で、そうだよなぁ、そうだよなぁ。どうしようかなぁ。アルケミストにやられるなぁ。アルケミスト倒さないとまずいですね。まあいいや。で、あ、そうそう。で、ヌル動かしておかないとね。で、ヌルで、普通の陸上ユニットを増やすための兵舎を一つ取って、で、これで次のターンから陸上ユニットも増やしていけると。そうっすね。じゃあ、飛行ユニット、潰すため。まあ一応アルケミスト一体いるけどね。いやー、アルケミスト一体失っちゃったの痛いなー。そうすると。アルケミスト、温存しておきたかったなー。それでは、歩行兵を削りの、そして、まああとは、適当に戦闘犬使えば歩行兵は全滅するということで、まあそれはいいんだけど、アルケミストがない体か。はい。で、騎士は当然北に進めて、じゃあアルケミスト戻すか。アルケミスト戻して、ああ、騎士もいるのか。南連れな。南連れ。南連れな。で、いけるか。あ、魔法使うのには300ゴールド欲しいのね。それは分かった。リーフイングか。リーフイング足しとく？リーフイング足しといても良さそうだけどね。まあ、リーフイング足しとこう。じゃあ、もう一体。ふぅ、四段目。騎士が来て、当然山脈通ってくるか。そうだよなー。そうだよなぁ。山脈通ってくるよね。まあ、そう来るわな。じゃあ、アルケミストを北にずらし、そして、どうしよう。わぁ、つれー。つれー。
戦闘剣をもう北に動かし、こいつどこまで来んの？ここまでか。じゃあ、こんな感じでしょうね。あ？あ、そう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 。こんな感じで、移動させの、そして、ダメだね、アルケミストには、太刀打ちできないんで、逃げるしかない。逃げるしかないね。逃げますか、ここは。じゃあ、一体南に逃げて、でもう一体は、あ、こいつあれか。魔法を使うことでしか攻撃できないのね。なるほど。なるほど。じゃあ、ここの矛兵は一方的に殴っとけばいいんだけど、でも倒すの時間かかるな、しかし倒すの時間かかるな。進めて、こいつどこに動かそうかな。南？まあ、南行くか、じゃあ。はい。で、うん。まあ、一歩ずつですね、ヌルは。そしてこれでようやく、陸上ユニット追加できるようになったんだよね。なったんだけど、こいつらか。どうしようかな。どうしようかな。まあ、ぶっちゃけ、飛行ユニットでボコればいい感じはするけどね。いやでも待てよ。待ち取られちゃうか。待ち取られちゃうな。どうしよう。シャーマン。シューター。ガーディアンガード。ガーディアンガード一体。微妙だな。微妙だな。どうしよう。選択肢が多すぎて困るな。投石隊とか追加してもあんましょうがないような気がするんだけどな。まあ、いや、このターンちょっと温存しとこう。はい。じゃあ、ターンエンドで。待ち取られましたね。まあ、でも、向こう兵舎がないんで、あんまお金は関係ないと思うんだけど。一応攻撃判定には誰も入っていないはず。うーわー。さあ、アルケミストが出てきました。これ辛いよ、また。アルケミスト出てきちゃったから、そう簡単には、こうユニットでボコるっていう感じのこともできそうもない。できそうもないですね。かぁうまく攻撃判定に入ってないんだよなぁ。うまく攻撃判定に入ってないなぁ。くぅくっそ。はい。で、いやー、きついなで、うん、まあ、これで一応騎士に飛行ユニットをぶつけることはできるか。それで、
うん。この辺まで持ってくるでしょ？で、ここへ倒すの時間かかるな。あ、やべ、飛ばしちゃった。はい。で、しょうもないな。で、で、まあ、一回攻撃を許すしかないのか。で、ここにいると、アルケミストが死ぬので、この辺まで動かす必要性はある。はい。そして、1500お金が貯まっている。が、しかし、飛行ユニット一体か。飛行ユニットね、基本無敵なのはいいんだけど、火力低いなぁ。すごい。火力は低いなぁ。アルケミスト追加しとこう。バリスタはね、ちょっと、高いし、移動と攻撃一緒にできないんで、若干なんか使いづらい。だからシャーマンでいいや。シャーマンと、あと、リーフウィング足しといて、今これで南に備えておく感じにしましょう。はい。いいかな、これで。ターン終了と。まあ、そう来るよね。まあ、一応でもこれで、アルケミストの射程入ってくれたので、次のターンに飛行ユニット1体を撃ち取れる。で、街3つは取られるかな。取られますね、街3つはおそらく。で、まあ、この戦いはいいでしょう。うわぁ。すげえ飛行ユニット来てるなぁ。はい。よし、これで予定通り、ヴァンパイアに、アルケミストぶつけることができたので、ヴァンパイア一体撃ち取り、からの、からの、ヒーリングオーダー使っといていいと思うな。はい。で、どうせ、一旦ごとにグルーブ溜まってきますしね。で、これで騎士をサクサク進めて、で、アルケミスト打ち取る感じにしましょうか。ね。で、これでよしと。そして、この辺の歩行兵は予定通りに一方的に打ち取っていくと。はい。で、そして、ここでも、お？あ、なるほど。そういうことか。いや、でも、九兵の射程入るな、そうすると。九兵の射程に入りますね。ただ、投石隊は、攻撃できないんだけど、九兵は、飛行ユニット攻撃できるんですよね。なので、まあいいや。ここまで、進めの、で、一方的に、よし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 。これでかい。この戦闘でかいな。なかなか。よし。一方的に7割削りの。で、ようやく、対飛行ユニットの、こいつがここまで来ましたので、あとこの辺のヴァンパイアを駆逐する感じにしますか。はい。よし。はい。時間、かなりいい感じになってますね。はい。今回じゃあこの辺で終わりにしときましょう。はい。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の
動画でお会いしましょう。今回からこちらも飛行用のユニットを使えるようになりましたが、ちょっとハイリスクハイリターンな感じがしますね。